You're listening to Shibuya Cross FM. では毎回目いっぱい精いっぱい全力でお届けしております。今週もよろしくお願いいたします。さて私は皆様こんばんは、ヨウミです。ミュージカルの脚本演出ダンサー、そして出たがり女優としてエンタメのため、そしてペットたちのために頑張ってまいります。よろしくお願いします。さてではこの番組のスポンサー様をご紹介いたします。この番組は賃貸経営を劇的に変え、投資家さんの利回りを支える神、大家さんクラブサクライフ株式会社様、花の力を創造する植物フリーク様、お客様の満足を超えた感動をお届けするワンちゃんと共に過ごすラグジュアリーなホテル雑誌浜名湖様、そして愛犬との絆を含める至福の場所新宿神楽坂のドッグカフェダイニングエルザ様、各社のご提供でここ渋谷クロス FM サテライトスタジオからペットとの共生をテーマに生放送でお届けしております。ありがとうございます、ね、はい。さて本日のキャストをご紹介いたしましょう。私の隣におりますアシスタントパーソナリティは、本日しゅうちゃんはねちょっとお休みで、はい残念ですが、その代わり素晴らしい助っ人でございます、しゅうちゃんのピンチヒッターでございます。ペット業界に革命を起こすトータルアニマルメディ株式会社代表取締役ハミルトンセナさんです。どうぞ。はじめましてハミルトンセナです。今夜はよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。あのセナさんね、セナちゃんって呼んじゃっていいですか？もう、はい、お願いします。多分呼んじゃうと思うんで、はい、あのセナちゃんは先日のペット新産業人会議でパネルディスカッションを取りまとめていただいたんですよね。本当にお苦労様でございました。そしてありがとうございました。ありがとうございました、はい、今後ともぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、さてではこちらがですね、あのセナちゃんのスキンケアサプリメントでございますね。ご紹介お願いします。はい、犬のためのお腹と皮膚のサプリメント、タムズです。はい、動物の栄養学の第一人者である宮崎大学と研究を重ねて作っておりまして、はい、全国の動物病院でもご好評いただいてます。はい、はい、はい素晴らしい。なんか私たち飼い主にとったらいいものを探しまくるっていうことはできても、あの自分で作っちゃうなんてできないじゃないですか。すごい、才女拍手。はい、本当に今夜はよろしくお願いいたします。はい、さてお待たせいたしました。続いてはこの番組のご出演は2022年の2月以来となりますね。ミュージシャン作曲家、駅メロでおなじみの塩塚ひろし先生です。はい、こんにちは。顔が怪しい新社長の福田敦史です。はい、ありがとう、はい、本当に顔が怪しい。いや、そんなことないです、はい、でも顔は怪しいけどね、声は可愛らしかった、そうです ね、はい、安心しました、はい、とてもキュートなあの塩塚先生なんですが、あの福田さんのことじゃないよね、はいはい、今年の6月の花村学園ザ・パーティーセカンド以来でございますね、はい、先生のご活躍はいつもフェイスブックで拝見しております。はい、こちらこそヨウミさんの活躍もね、ちゃんとフェイスブックで見ております。嬉しいです。はい、はい、
本当に今日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、さてもう一方イケメンがいらっしゃいますね。はい、なかなか素敵な感じの方なんですが、株式会社プレワンの梅澤拓也さんです。ん、音が聞こえない。はい、どうぞ。はい、お願いします。すいません。こんばんは、はい、株式会社プレワンの梅澤拓也です。よろしくお願いいたします。はい、すごい芸能人みたいな名前。はい、なんかね、拓也さんとはいろんなところで最近ね、あの打ち合わせ、いろんな現場でお会いして、はい、毎日会ってる感じなんですけど、いかがですか？はい、そうですね、最近お会いさせていただいて、はい、ありがとうございます。はい、嬉しいです。はい、よろしい、よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、あの 梅沢さんは先日のペット新産業人会に、ご来場いただきまして本当にありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、大変勉強になりました。なんかいろんなあの出会いとかございましたか？そうですね、さまざまなペット業界の方をご紹介いただいて、はい、はい、おつながり、はい、いただきました。はい、こちらこそ、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。さて今週もスポンサーの植物フリーク様から素敵なお花をご提供いただいております。それではせなちゃん、ご紹介お願いします。はい、では本日のお花を紹介します。はい、本日の植物はビオラ、うん、品種名は黄金伝説と言います。はい、花色がゴールドからテラコッタへ変化するチェンジングカラーの品種で、今年新しく発売されました。うん、チェンジングカラーの品種はこれまでもいくつかありましたが、黄色から茶色の変化はこの品種が初めてとなります。おお、片山さん、うん、いつも珍しいお花ありがとうございます。娘のきめちゃん見てますか？はい、本当にいつもありがとうございます。さてお便りのご紹介でございます。はい、杉井さん、ありがとうございます。はい、ですね、12月25日にホクトピアで開催されるお私立花村学園ザパーティーのチケットを予約しました。ありがとうございます。その時に今回は音大生の、方々ですね、本当皆さん素晴らしい方が出るということを本当に楽しみにしてくださってるそうですね。そして私しおしおさんの当時のステージをぜひとも楽しみに待っておりますということで、はい、つげっち様から、はい、お便りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この番組では視聴者の皆様からのご意見を募集しております。はい、どしどしお寄せください。はい、ご意見はこちらまで info@sibuyacrossfm.jp までお寄せください。お待ちしています。はい、お便りありがとうございました。さあホームルームです。今日の誕生花をご紹介しましょう。せなちゃん、よろしくお願いします。はい、では本日のお花をお届けします。今週も久保田先生と青木先生、お二人の素敵な絵とともにご紹介します。はい、本日は12月10日の誕生花は椿です。椿の花言葉は控えめな優しさ、誇りです。はい、控えめな優しさ、控えめな素晴らしさ、控えめな美など控えめがつく言葉は椿の花に香りがないことに由来すると言われます。はい、一方西洋の花言葉には赤色の椿はあなたの胸の中で炎のように輝く You are in my heart という情熱的な花言葉もあります。あなたの胸の中で炎のように輝くですって。塩塚先生、梅沢先生、どうですか？よろしくって。よっしゃ、燃えろいい女。いただきました。はい、はい、心の炎燃やしてラジオ頑張っていきます。なんか声が裏がってますけど大丈夫ですか？ちょっと緊張しております。衣装を前にしてのさあ次に参りましょうかね。はい、はい、はい、では1時間目と参りましょう。気をつけれ、よろしくお願いいたします。はい、今夜のワンニャンいいお話は上野の森の西郷隆盛さんと一緒にいるワンちゃんのお話です。塩塚先生、梅澤先生、上野の公園の西郷さんは見られたことはございますか？まあリアルでも写真でもね、何回もよく見る銅像ですよね。そうですよね。はい、はい、どうですか？私見たことなかったです。それはいけませんわ。はい、今度確認しに行きます。はい、帰り道行ってください。はい、すいません。はい、ありがとうございます。あの先日ですね、あの上野の恩賜公園で全国獣医師会主催の動物感謝デーのイベントがあったんですが、この上野公園に行った際に私久しぶりさんにですね、高森さんの銅像を見たんですが、ワンちゃんを連れてるじゃないですか。で改めてどうして西郷さんにはワンちゃんがいつも横にいらっしゃるのかと疑問になった次第なんでございますね。はい、こちらが西郷さんの銅像でございます。バイバイバイ。うん、はい、ではその
あの謎に迫りたいと思いますが、つなちゃんお願いします。はい、ではご説明します。上野公園に建立されている西郷隆盛像にはワンちゃんが一緒にいます。このワンちゃんのモデルは西郷隆盛の愛犬ツンという名のさつま犬です。ちなみに純血のさつま犬は他の犬との交配が進み1920年頃に絶滅してしまったと言われています。幕末の討伐活動で活躍した勇ましいイメージの西郷どんですが、実際は愛犬家だったそうです。討伐活動が一段落した頃には甘いものが好物だったことで肥満になってしまったこともあり、愛犬ツンと上野の森を散歩してダイエットしたそうです。愛犬家としてのエピソードでは西南戦争の際にも犬と共に出陣していますが、徐々に敗戦の色合いが濃くなると犬だけは助けたいと彼らの首輪を外して逃がしてあげたと言われています。また食料事情が厳しい時でも自分の食事を犬に与えていたと言われています。西郷どんにとって犬は現代人と同じように生活の中のパートナーであり、また癒しを与えてくれる存在だったのかもしれませんね。なんか、ね、自分は食べなくてもワンちゃんに与える本当に素晴らしいと思います。これからの高森さんを見る目がちょっと変わってしまいました。はい、ありがとうございました。ではワンニャンいいお話のコーナーでした。はい、さてそれではここで本日の1曲目をご紹介しましょう。はい、ひなちゃんよろしくお願いします。はい、それではご紹介します。はい、今夜の1曲目は今月12月25日に開催される花村学園クリスマスライブにご出演いただける栗山亮太さんの新曲愛する魔法です。この曲は生きづらさ孤独を感じる人に対してありのままでいい、あなたは必要とされているというメッセージを込めて栗山さんが作詞作曲を手掛けた渾身の一曲です。それでは栗山亮太さんで愛する魔法どうぞ。どうぞ。僕らの世界はまるでジグソーパズルみたい、一つでも足りないとなんだかそれは成立しないんだ。誰にも必ず居場所があり、君にも僕にも役割があり、探してみないか、それぞれに光るスペシャル、僕らは一つさ、無駄なものは何一つないよ。覚えて。栗山亮太さんで愛する魔法をお届けいたしました。では2時間目と参りましょう。てなちゃんよろしくお願いします。気をつけでよろしくお願いします。さてそれではここからはゲストの先生をお迎えしてのトークです。本日は今ペットフード業界で話題沸騰の朝倉みくるさんプロデュースのドッグフードプレワン営業担当梅澤拓也先生です。はい、梅澤先生今夜よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、なんかねすごく今いろんな機会でお会いすることがあって、はい、いろんなお話も聞かせていただいて、これからがとっても楽しみなフードのお話を今日、ね、聞かせていただくんですが、はい、それでは早速ですね梅澤先生をご紹介よろしくお願いします。先生お願いします。はい、ではご紹介しましょう。はい、梅澤拓也先生、神奈川県のご出身、血液型は A 型、うん、好きなペットは黒柴です。黒柴、うん、日本大学理工学部から日本大学大学院理工学研究科で化学を専攻し、うん、赤色残光蛍光体の研究に着手されました。社会人としては
化粧品メーカーの研究員から出発されました。商品の研究開発に着手し、化粧水をはじめ乳液、美容液、リップクリーム等の開発に従事なされました。しかしもともと動物好きなこともあり、好きなペットに関することを仕事にしたいという思いで一大決心をしてペット業界への転職を決意されました。その就活の中でプレワンの社長の人柄、そして仕事を進めていく考えに共鳴し、プレワン入社を決められ現在に至ります。プレワンは格闘家の朝倉未来さんがプロデュースするドッグフードです。目指すのは今まで以上の未来、大切な愛犬の健康を願った最新のフードです、このフードを世の中に広めるために日夜奮闘されています。学生時代はテニスに没頭し、ボクシングの経験もお持ちです。もう頭が良くて、そしてテニス、ボクシング、まさに王子様で、今ここに悪い人が来たら助けていただけますからよね。はい、もうね、自分の行きたい道を本当にまっしぐらでございますよ。これは行くしかないです。私行かせていただきますわよ。はい、男らしいタイプ。ありがとうございます、嬉しいです。彼女いないんですけど。いや、電波で言いました。はい、皆さん募集中だそうです。はい、どうぞこちらのラジオまでお申し込みください。ありがとうございます。はい、それでは早速お話をお伺いしてまいりましょう。まずは梅澤先生、プレワンというフードはこちらをご紹介いただけますか。はい、はい、プレワンは、原材料と安心安全に徹底的にこだわった新しいドッグフードになります。はい、うんうん、まずはこちらのビデオをご覧ください。どうぞ。こちらですね。はい、プレワン結構おしゃれでしょ。小型犬、まあ、中型犬もいけるんですけど、小型犬用に作りました。一番多いんで、はい、早速、はい、あげてもらいましょう。じゃあ、こちらですね。はい、なるほど。はい、なんかこのピースワンコさんにですね、はい、ここら辺のご説明をよろしくお願いします。はい、はい、今ご覧いただいたビデオは、うんうん、愛護団体のピースワンコジャパンさんの施設にプレワンを持って訪れた際の映像になります。はい、うん、初めて食べるワンちゃんもプレワンなら喜んで食べてくれていました。はい、はい、私もね、少しばかりちょっといろんなご寄付とか応援させていただいてて、もしかしたらみんなそのワンちゃんがこのプレワンさんの商品を食べていらっしゃると思うんですけども、はい、なんか本当に食べたくなるようなやつなんですが、はい、はい、はい、それではもうちょっとご説明お願いします。はい、はい、あ、はい、商品を見せてください。はい、はい、こちらですね。こちらがプレワンの商品になります。はい、かわいいですね。かわいい、うんうん、はい、これ小型小粒タイプの 800g 入りとなっております。はい、はい、はい、それではこちらの商品の特徴をご紹介しましょう。はい、はい、こちらですね。はい、はい、はい、お願いします。はい、まずプレワンの特徴はその原料のバランスの良さです。うん、まずは一つ目、 HMB カルシウムといった成分が配合されております。こちらは、ワンちゃんに必要な筋肉の合成に必要な、合成を促進する、成分で必須アミノ酸となっております。はい、はい、2つ目がクマザサです。クマザサは腸内フローラを整え、善玉菌が増え、便臭の改善に期待ができます。ほほほ、うん、はい、3つ目が乳酸菌です。うん、乳酸菌は腸内フローラを整え、うん、皮膚の健康維持、免疫力の維持、はい、目元をきれいに保つ、うん、また体全体の健康維持に期待ができます。はい、さらに、こだわりの原材料として、はい、国産の馬肉、はい、九州産の鶏肉、そしてマグロという美味しい材料をたくさん含んだ製品となっております。おー、うんうん、なんか本当に私もちょっと食べてみたいんですけれども、ワンちゃんにとっても素晴らしい、ね、商品なんだけど、いいですか、いただいても。食べてみたいですね。食べてみたい、はい、ぜひ人間でも食べれる、こんなにいいものが揃ってるんですもの、私も食べなくちゃ、うん、食べたい、 はい、はい、それでは一粒ずつ皆さん、やった、じゃあ塩坂先生からどうぞ。はい、はいはい、
ただきます。はい、はい、いただきます。プレワンさんの商品でございます。あ、篠坂先生いかがですか。いや、なかなかいけるじゃないですか。かつお節の味、そう、かつお節のね、香りがして、で、いろんな栄養も入ってて、あの、味もね、あの塩気はないんだけど、うまみがあるから結構食べられる。あ、もう素晴らしい商品ですね。ありがとうございます。ひなちゃんは？そうですね、最初、味があんまりしないのかなと思いつつ、噛んでくると、あの、どんどんカツオの香りがして美味しいです。うん、本当になんかもう一つちょうだいって言いたくなっちゃうんですが、はい、本当にこれで本当にワンちゃんも喜んでね食べられますよね。本当に美味しいんですね。梅沢さん、あのさつまいもも入っているっていうことを聞いたんですけど、どうですか。そうですね、ワンちゃんが好きなさつまいも等も入っていて、あのペットショップとかトリミングサロンさんとかでも食いつきがすごくいいっていう風にお墨付きいただいております。はい、美味しいです。本当にね、ポリポリしてね、で、あの普段ペット業界でいろいろなところで営業活動をあの頑張っていらっしゃるとお聞きしたんですが、梅沢先生にとって感じるペット業界の課題点は何でしょうか。はい、あの弊社のホームページでも少しご紹介はしているんですけれども、やはりあの殺処分についてっていうのはすごく大きな課題なのかなというふうに感じております。まあ、近年殺処分数は大幅に減少してはいるんですけれども、はい、まだ日本だとゼロではありません。そうなんですね、本当に殺処分の問題はその通りだと思うんですが、ではちょっとここ最近の数値を確認してみましょう。はい、せなちゃんよろしくお願いします。それではこちらの資料をご説明します。はい、左上の表は、動物愛護センターに持ち込まれる頭数とその後の処分数です。はい、まず愛護センターに持ち込まれる頭数は1年間で6万頭弱です。なんと毎日160頭の犬猫が持ち込まれているんです。なんと、そしてそのうち飼い主さんに戻った頭数は8600頭、新しい飼い主さんや保護団体に引き取られた数は3万6000頭です。そして結果的に殺処分されたのは1万4457頭です。ちなみに日本は殺処分が多くて遅れていると言われがちですが、1万4千頭という数字は海外と比べるととても少ないのです。アメリカでは毎年100から150万頭が殺処分されています。皆さんご存知でしたか。いや、それは知らんかったね。なんか日本は少なくなっていると聞いたんですけど、まだまだ少なくなったからいいっていうわけではなく、本当にゼロにしたいと思うんですけれども、水田先生いかがですか。そうですね、日本は少ないにしてもまだやっぱり殺処分されるワンちゃんがいるので、あのドイツのようにゼロっていうところを目指してやっていくのがいいのではないかなというふうに思います。その通りでございます。はい、塩塚先生いかがですか。そうですね、まあこれはまあゼロにはするのは難しいかと思いますけども、ね、はい、いや、もっといろんなことを気をつければ減らせる数字だと思いますよね。本当にいつもここに来てくださるゲストの先生は同じことを言うので、本当にこの話を全世界に伝えていきたいですね、勉強してね。はい、さてここで大事なことはこの左の上の数字なんですね。はい、1年間で6万頭のワンちゃん猫ちゃんが愛護センターに持ち込まれているんですよ。もう極論を言えばこの持ち込む数が少なくなれば殺処分の問題が解決に近づくということなんですね。もちろんですね、持ち込むのは様々なあの理由があると思います。あの問題飼育の子たちばかりなくて、飼い主の高齢化、病気、そしてどうしても飼えなくなるという状況もあると思うんですが、持ち込まなければゼロにはなりませんですよね。きちんと教育しつけがなされたワンちゃん猫ちゃんたちがあれば、すぐにあの次の飼い主さんに結びつくということだと思います。うちにも保護猫ちゃんがいますが、飼い主さんの放棄や多頭飼いの、崩壊という問題が起きないように飼い主さん自身の責任が問われているのでございます。どうでしょうか、塩塚先生。いや、その通りですよ、ね、ただ可愛いからってすぐに飼っちゃう、そういう簡単なことはダメですよ。そう、ね、塩塚先生も、ね、前ワンちゃんを飼われていたと、まあ、実家でね、はい、何頭か飼ったことがありますけどね、はい、でも本当にここではそういう議論が行われるんですがね、梅沢先生も、はい、そうですね、やっぱりその塩塚先生が今おっしゃってたように、
ペットを可愛いっていう衝動だけで飼うことをまずやめるっていうことですね。その通りでございます、はい、飼う前に金銭面とか環境面でを一回見て、最後まで責任を持って飼えるのかっていうことをやっぱ考えていただきたいです。その通りでございますね、うん、本当にこのペットとのこの人の共生社会実現に向けてね、今ご提言いただきたいんですけども、お願いします、梅澤先生。はい、うん、一人一人が保護犬保護猫に対してやっぱ目を向けて、うん、まあ、寄付をするっていうことは大切だと思ってます、うん、またそのペット先進国のドイツのように、うんうん、国を挙げてペットシェルターの増設であったり犬税っていうのの導入っていうのも考える必要があるのかなっていうふうに思います。セナ、はい、ちゃんから見てどうですか、共生社会は。はい、そうですね、これからどん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 動物にも人にも優しい社会を作っていきたいと私も思っています、うん、そのためには確かに今言っていた犬税も、うん、もしかしたらいいアイデアかなっていうふうに思います。それはどういう税金なんですか。うん、犬に対する例えば用品ですとか、うんうん、まあ、そういったことをに関する、あ、買う際に、まあ、犬税っていうのをつけたりとか、まあ、その具体的な内容っていうのは分からないんですけど、うん、なるほど。じゃあそういう商品の中に犬税がすでにもう入っているということですね。そうですね、ペット関連商品に対してっていうところも一つ案なのかなとは思います。国レベル、そしてやっぱり人間がちょっと賢くなって守ってあげなければいけないと本当に思います。ワンちゃんも猫ちゃんも、うん、まあ、オールペットでございますね。ありがとうございます。はい、何か塩塚先生ご提言ありますか。いやいや、もうちょっと人生長く生きてきた分、はい、ご提言がありましたら。いやいや、まだ人生24年しか生きてないのでよく分かりません。私と同じですね、はいはい、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます。そろそろお時間のようなんですが、本当に塩崎先生、梅澤先生ありがとうございます。まだ一緒にお付き合いください。またのご出演お待ちしております。ありがとうございます。はい、ではここで本日の2曲目をお届けしましょう。せなちゃんお願いします。はい、本日の2曲目はミスターロンリーの HND。 それではどうぞ。知る時一人なことは分かってるのに Feel lonely でまた君に calling I'm a TTG boy I don't need a hoe You don't know 遊んでるのこれ俺らのやり方嘘いらないの全部忘れて走る時を。はい、ミスターロンリーで HND をお届けいたしました。はい、では3時間目花村トークの時間です。セナちゃんよろしくお願いします。気をつけで、よろしくお願いします。さて今夜の花村トークはお待たせいたしました、ミュージシャン作曲家そしてエキベルでおなじみの塩塚ひろし先生です。先生お願いします。お願いします。ヘッドライトが眩しくて眩しい。塩塚ひろしでございます。眩しいよ。はい、すいませんね。はい、塩塚先生、はい、この度は JRSHAR シリーズの新作を出されて大変話題のようなんですが、はい、おめでとうございます。ハッシュタグメロディーファン、そして鉄道オタクの方にとっても話題になっております、はい、素晴らしい。ね、梅澤先生も瀬名ちゃんも塩塚先生は JR は JR とか営団地下鉄の多くの駅の駅メロを作っていらっしゃるんですよ。もうそれの大家でございますね、塩塚先生。いや、まあ、ちっちゃな巨匠ちゃんでございます。あ、はい、いやいやいや、素晴らしいですよ、うん、本当に聞いたことがないっていう人はいないと思うんですが、うんうんうん、そして先月11月19日には JRSH シリーズ発車メロディー誕生30年記念トークショーが華やかに千葉で開催されたそうですね。おめでとうございます。はい、JRSH シリーズっていうのが僕の初号駅メロで、はい、30周年そして新作駅メロの発表イベントも兼ねて、千葉のねペリエホールで開催いたしました。おめでとうございます。はい、ここでその新しいシリーズ
ズを先生ぜひご披露いただけますでしょうか。この、ね、新しいシリーズにちょっといきさつがありまして、はい、実はね今40代の社員の方 JR の方、うん、学生時代から僕の駅のメロディーの大ファンで、はい、で念願かなって JR に入社して いつか新しいメロディーを発注できるような立場になったらば塩塚さんにご指名でメロディーを作ってもらおうと夢を持ちだったんです。それをね今回叶えたというね、そういう誠にめでたい駅メロになります、うん、はい、はい、じゃあその駅のメロディーなんですけれども、はい、まず最初に1994年から使われている JRSH シリーズをまず皆さんに聞いていただきたいと思います、うん、はい、楽しみ、はい、まず JRSH1 聞いてください。これはね主に中央線とか南部線とかで今でも40駅ぐらいの使用がされているおなじみの駅メロです、はい、はい、次に JRSH2 番を聞いてください、はい、はい、これはね、はい、総武線とかいろんなところで50駅ぐらいで使われている駅メロでございまして、途中で転調があったりするので、まあ、僕の作品の中でも結構代表作というふうに言われております、はいはい、次にね JRSH5 番を聞いてください、はい、おほほほほありがとうございます、はいはい、これもね有楽町駅とか、まあ、東京駅とかたくさんの駅で使われております。熱海の駅でも使われてますね。お、はい、通ったよ、はい、この曲はね、はい、普通に終わると見せかけてちょっと意外な終わり方をする義衆詩というテクニックを使って作曲されておりますね。塩坂先生のようにキザな音っていうことですね。キザな音ですね。義衆詩、偽衆詩ですね、はいはいはい、そしてねロックな駅メロといえばこの作品、うん、はい、JRSH6 番を聞いてください。はい、ロックでしょ、はい、学生とそして楽器の街お茶の水の駅でもかかっておりますね、はい、さあそしてこの JRSH シリーズの流れを組んで令和の JRSH シリーズということで JRSHR、はいはい、そのね作品をね、何曲か聴いていただきます。まず JRSHR1 の1を聴いてください、はい、はい、普通に終わると見せかけて義衆詩で終わるというテクニックでございますね、はい、はい、そして JRSHR2 番の3番を聞いてください、はい、これはね途中で転調が入るわけなんですけども、はい、最初はね転調してなかったんですよ。そしたら JR のさんの方から転調お願いしますと立っての希望がございまして、うん、なんだよって意外にそれがね良かったという、はい、はい、というわけでね今度は JRSHR の3番の3聞いてください。はい、また転調が来ました ね、うん、これもね実は本当はもともとは転調してなかったんですけど、そうやってねお願いされてやってみたら意外にいけたので、はい、これもなかなかいい感じで仕上がりました。はい、さあ次に JR の SHR4 の3を聞いてください。はい、姫様が出てきそう、私が出てきそう、はい、はい、なんかねロマンチックな三拍子の曲なんですけども、はいはい、終わり方が義衆詩になっておるとね、はい、はい、そしてじゃあ JRSHR6 の1を聴いてください。はい、おお、ミュージカル、ミュージカル、はい、おお、ね、電車が疾走する感じをちょっと表現してみましたけども、うんうん、軽快な感じ、はい、はい、これもね義衆詩で終わってるわけですね、はい、ただじゃ終わらんぞという感じですねはい、はい、そして最後に JRSHR の8番を聞いてください。はい、おー、はい、素晴らしい、そうなんですよ、ね、で、はい、10月の26日から、一つの駅で試験的に運用を開始して、はい、実を言いますと今週、あ、先週ですね、今日は日曜日なので先週から今聴いていただいた
ものを含める全部で9曲、うん、SHR1 番から9番までの全ての曲が、はい、千葉県のどっかの駅でデビューしました、うん、おめでとうございます、はい、そしてついでに言いますと、私このプロジェクトのために20曲のデモ曲を作ったんですけれども、はい、ということはまだ11曲採用されてない曲があります、はい、この11曲も近い将来いろんな駅でお嫁入りして使われ始める可能性が大でございますので、ぜひ期待していただきたいと思います。そのたびに塩塚先生の顔が思い出して、はい、はい、安全に電車を乗らさせていただきたいと思います。そう、駆け込み乗車はやめてね。はい、でもそんなね、あの塩塚先生なんですが、うん、一体今年を振り返るとどんな1年でしたか？いや本当にね、今年は運気の良い、とってもついてた、俺はなんか持ってるぞっていう年になりましたね、はい、だからこの JR の駅のメロディーもそうなんですけども、はい、まあいろんなことがございまして、はい、はい、健康的にもね、実は血圧が下がったりとかね、うん、いろんなことがあって、うん、はい、本当にいい年になりました、はい、そしてね、まあ本当にいろんな人に、そしていろんな運命に感謝して、あの今年を締めくくりたいと思うんですけども、はい、来年は今年以上に活躍しようと、それはね、陽美さんもね、今日の、はい、せなちゃんもね、はい、先生も、はい、はい、より良い年にしたいと思います。でね、僕のね、友達、付き合いのある、例えばめぐみんもそうだし、はい、ミュンとヤヨっていうコンビとかね、はいはい、いろんな人がね、うん、今年とってもいい活躍をしてるんですよ。だからね、お互いに手を携えて来年もさらに活躍できるように頑張っていきたい、うん、もちろん陽美さんも含めてね、はいはい、素晴らしい、楽しみですね、はい、はい、そして梅澤先生も何か今年を振り返るとどうですか？そうですね、はい、私も今年転職で、やっぱ未経験のこういうペット業界というところに来て、うん、まあ、人生の分岐点の1年だったのかなというふうに思ってます、はいはい、来年はこのペット業界で少しでも活躍できるように頑張りたいと思います、はいはい、今後ともよろしくお願いします、はい、お願いいたします、はい、そしてあの先生、告知がございますね。はい、あのいろいろとね、ライブをなんかをやっております、はい、12月の14日には、うん、藤沢オーシャンズビートで、ポピュラーセッションというセッションをね、やっております、はい、皆さん どしどしお越しください、はい、そして12月19日は2020年からお手伝いしている南部直人さんのクリスマスディナーショーがございます、はい、ハイアットリージェンシー横浜、というホテルでね、あるんですけれども、はいはい、このバンドでは私はコンサートマスター、アレンジャー、そしてリードギターを担当しております、はい、そしてね、南部直人さんのニューアルバム、うん、マイフェイバリットソングスが12月13日、うんうん、キングレコードから発売になります。はい、彼が愛称してきた洋楽邦楽のおなじみのメロディーがね、はい、てんこ盛りのとっても素敵なゴージャスなアルバムなんですけども、このアルバム17曲中11曲が僕のアレンジになっておりますので、すぜひ皆様もこのアルバムを入手して聴いてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、素晴らしい、はい、先生ありがとうございます。そしてあの私の、ね、主催の25日のイベントもございますね。はい、はい、こちらでございます。ちょっと早口でいきますね。こちらが花村学園ザ・パーティーセカンドのクリスマススペシャルライブです。12月25日の月曜日、クリスマスに王子駅前のホクトピアのペガサスホールで開催します。出演者は本当に素晴らしいこのめぐみ、そして塩坂先生、私、パラレスリートオフィシャルの応援ソングを歌ってらっしゃいます、栗山亮太さんと盲導犬のアンジーちゃんですね。そして、世界的有名なミュージシャンのコウジさん、そして私もコラボさせていただきますね。そして塩塚先生、はい、はい、そしては、うん、今回は管楽器のプレイヤーの方々がたくさん、あ、弦楽器ね、あ、弦楽器、ごめんなさい、はい、はい、急いでお話し失礼しました、バイオリンは、おなじみの花島直美さん、そしてハープのね、博士でいらっしゃいます佐藤安治ちゃん、そして、バイオリンの青学生の安子ちゃんですね。そしてついに、先日出演が決まった高校3年生のゴスペル甲子園優勝のボーカリスト増谷愛沙ちゃんもご出演。愛沙ちゃん、はい、そして、YDU のスペシャルダンサーも出ていただきますね。はい、そして、もう一つですね、ドッグカフェファイルのオーナーの DAIGO さんがね、スイートトークをしてくださいます。はい、そうです、ドッグ、うん、スイートトークをしてくださるんですね、うん、はい、この番組に、そして絵をご提供いただいております久保田雅楽の、展示会もホワイエでございますので、皆さんどうぞこのにぎやかで素敵な楽しいイベント、どうぞどうぞご来場お待ち申し上げております。ありがとうございます、はい、
そういうことで先生、イベント本当によろしくお願いします。はい、お願いします、はい、どんなパフォーマンスをしていただけるのかな。まあ、めぐみん、そして前城愛沙ちゃんとのコラボ、はい、そしてから、うん、全員でハッピーワンライフっていうね、コーナー、ゲームコーナーなんかもあります。そして、まあ、僕の持ち時間5分でちょっとしたオリジナル曲なんかも披露する予定になっております。はい、嬉しい。もう絶対梅澤先生もせなちゃんも見に来てくださいね。楽しみです。やったー。はい、電波を通じて約束していただきました。ありがとうございます。はい、本当に急いで来ましたが、本当に楽しい花村トークありがとうございました。ではそろそろお時間です。せなちゃんお願いします。気をつけで、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さてではここからは大好評のコーナーでございます。真の達人コーナーです。イエーイ。はい、本日ご出演の皆様は一芸に秀でた達人でいらっしゃいますよね、うん、そんな人は何でも見抜く力をお持ちです。はい、塩坂先生、梅澤先生、そして奈々ちゃん大丈夫ですか。はい、任しといてください。任せてください。本当ですか。はい、一芸にハゲて、はいはい、じゃあもう期待してますね。では見抜いていただきますね。それでは本日のお題は何なんでしょうか。せなちゃんからご説明お願いします。はい、では発表します。はい、今夜は日本酒を見抜いていただきます。おお、はい。花村学園では製品に関わる全てのステークホルダーの方々に敬意を持っていますので、この企画は決して製品の優劣を決めるものではございませんことをお伝えさせていただきます。はい、さて皆様がおなじみの日本酒、いろいろな種類がありますよね、うんうん、大吟醸、純米吟醸、本醸造など、うん、これらは日本酒を作る際の作り方の違いとなります。はい、こちらをご覧ください。はい、どうぞ。日本酒はその作り方によって大きく種類が分かれます、うん、その中で一つ目は醸造アルコールをどれだけ使うかという点と、二つ目は精米歩合という二つのポイントで違いが生まれます。そして本日はこの中から普通酒と純米吟醸酒を飲み比べていただき、純米吟醸酒を当てていただきます。ありがとうございます。はい、ということで本日ご用意した日本酒は石本酒造さんの腰の乾杯です。はい、ありがとうございます。はい、まず純米吟醸酒は腰の乾杯純米吟醸あまねです。時代を超えて受け継がれた腰の乾杯らしさに重ねて、新しい令和という時代に生まれたお酒です。はい、良質のお米で醸造され、しっとりと柔らかで素直な飲み口とともに上品で穏やかな香りを感じられる酒に仕上がりました。はい、対する普通酒は腰の乾杯普通酒白ラベルです。うん、伝統の腰の乾杯を引き継ぐ王道のお酒です。目指すところは晩酌のお酒だからこそ、料理に寄り添い飽きずに楽しく飲め、次の日に残らないお酒であること、うん、今夜は純米吟醸酒を当てていただきます。はい、さあいかがでしょうか。はい、皆さんお酒分かりますか。塩塚先生いかがですか。私の体の 45% お酒でできてますね。なるほど、言いましたね。はい、はい、先生はね、聞き酒音のね、異名を取るとお伺いしたんですけど、いかがですか。いやそんなこと一回も言ったことありません。そうですか。はい、梅沢先生は大丈夫ですか。ちょっと日本酒自信ないんですけど当てちゃいます。はい、言いましたね。さすがでございます。はい、せなちゃんは日本酒を飲むのは好きなので当てられると思います。なんかね、噂によるとね、梅酒での樽の中で産湯を使ったって聞いたんですけどね。その説もあります。さすが。はい、もう私は何でもお任せあれですわ。さあそれでは参りましょうかね。はい、せなちゃん、ルールお願いします。はい、はい、では順番をご案内します。はい、1番と2番のお酒を順番に味わっていただきます。はい、2つのお酒を交互には飲まないでください。はい、ダメですよ。そしてこれが純米吟醸酒というグラスを選んでいただきます。はい、いいですか。純米吟醸酒は出るんですのよ。もういいですか。もう匂いだけで分かっちゃうかもしれないですね。はい、お願いします。ではまず1番のお酒だけ味わっていただきます。皆さん準備はいいですか。いいです。はい、それでは1番をお召し上がりください。1番いただきます。いかがですか先生。もう大体分かっちゃった。本当でも言っちゃダメですよ。うん、梅沢先生いいですか、どうですか。分かっちゃいました。本当ですか。はい、なんかでもちょっとはい、はい、すいません、どう。
私も分かりました私も分かりました。はい、それではですね、では次に2番を味わっていただきます。いきますわよ。それではどうぞ2番です。はい、いただきます。あ、もう塩塚先生がゆっくり味わってらっしゃいますね。疑問の声が聞こえてきますね。はい、もう分かっ、はい、どうですか。はい、先生どうですか。ま、もう大体結論は出てる。結論は、はい、はい、ちょっと先生引いてますけど、はい、ちょっとね、自分のあの予想した味とは若干違った。なるほど。あ、ちょっとマイク紹介ですね。はい、梅田先生いかがですか。なんか2つ目の方がなんかほんわかしたような感覚があったんですけど、なんかちょっともう酔っ払ってる感じがするんですけど、ちょっとお酒弱いんで、もう顔が赤いんですけどすいません、はい、でも当てちゃいます。はいはい、はい、ちょっといい気分になってきました。はい、いいですわね。それではあのどちらを当てていただくかというと、純米吟醸酒の方ですね。はい、はい、それでは、はい、グラス掲げ上げのコールをお願いします。それではこれぞ純米吟醸と思った方のグラスを上げていただきます。せーの、1番みんなこれ初めてかも。あれ、これで2番が正解だったら大変なことになります。これね、あの、はい、全員が一緒って初めてです。おなんで1番と思ったんですか。先生一言お願いします。まあ、あの2番と比べると、うん、やっぱり味、あの甘みとね、フルーティーな感じが強かったということですね。うん、はい、で2番はやっぱりちょっと味が薄く感じられたかな。あ、じゃあちょっと、あ、梅澤先生はどうですか。すみません、当てずぽ、直感です。須田ちゃんは。私は1番の方が甘くて美味しい、2番はちょっと辛くてすっきり感を若干感じました。私はですね、なんか2番の方がアルコールが強い気がしたんですけど、のあの最後の飲み口が、だから1番かなと思ったんですけど、色で分かるっていうことも聞いたんですけど、色では分かりましたか。分からなかったです。色では今回は分からない、ね、分かんないですよね、はい、それではそれではいきますわよ。皆さん両方持ってください。そして、あげた、あ、さあスタッフさんにお答えを聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。ドド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 ドーン、ドルル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 ル、いやー、1番でしたやったこれ初めてかもしれん。乾杯乾杯。ちょっと面白くないですね。はい、簡単でしたね。はい、もう、うん、本当はし塩塚先生にあの外れてほしかったんです。私も外したかったです。ねえ、はい、はい、うん、じゃあもしかしたらあの梅澤先生はまぐれっていうことですか。はい出直していきます。はい、でもなんか本当にアルコールがちょっとこっちがきつかったと思います。はい、うん、ありがとうございました。皆さん真の達人でございました。ありがとうございました。はい、早いものでもう本日もお別れの時間となりました。はい、本当に今日はせなちゃんアシスタントありがとうございました。ありがとうございます。はい、番組へのご意見ご要望がありましたらこちらでお願いします。はい、本日のキャストの SNS はこちらになりますね。はい、本当に今夜も塩塚先生、そして梅澤さん、そしてせなちゃん、ご出演ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日はなんとですね、次回はですね12月24日の日曜日、次の日は花村学園ザッパージセカンドの日なんですが、去年同様ですね、あの私たちコスプレサンタで来ますので、はい、ミニスカサンタですね。そうです。はい、はい、見たいですか。見たいです。先生飛び入り参加大歓迎ですよ。めぐ、あの来、次回はめぐみんとしゅうちゃんと、うん、あの可愛らしい女性くんが、はい、ミニスカサンタでやりますので、イエーイ、はい、イエーイ、はい、はい、もうちょっと酔っ払ってらっしゃいますけどね。はい、めぐみんもミニスカサンタです、うん、どうでしょうか。
ありがとうございます。ということで本当に今日はありがとうございました。今年もいっぱいお世話になりました。来年もぜひよろしくお願いします。まだ会えますけど、はい、しなちゃんも一言どうでしたか。アシスタントは今日はとっても楽しかったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。頑張っていただきました。ヨウミさんもね、来年は本公演をね実現させて。そうです、はい、先生またヘンテコな役でお願いします。わかりました、はい、梅澤さんもぜひミュージカルの方も応援してください。はい、応援しております、はい、じゃあ最後にどうぞお一言。はい、本日ちょっとラジオ初めてで緊張したんですけど、ありがとうございました。はい、今日も本当にありがとうございました。次は12月24日です。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。